はい、どうも、ゆっきーでーす。今日も、こちら、白い悪魔のおにぎり食べまーす。ローソンストア100で、6月の5日から発売してたらしいです。で、黒い悪魔のおにぎりの方は、普通に、なんか、お好み焼き風な味だったんですけど、うん。こっちはさてどうなんでしょう。いただきまーす。あ、なんだこれ。全く違う。あ、白だしで炊いたご飯に、イカ入り天かす、青ネギ、青さ、白ごまをよく混ぜ込み、隠し味にごま油を効かせた。あ。はは。なるほど。うん。黒いやつとか美味しいですね、こっちの方が。うん。なんか黒い方はソースの、お好み焼きソースの、味がちょっと強すぎるかな。うん。うん。こっちは美味しい。香りが、すごい。ごまの香り。うん。うんうん。うん、かなりごまのね、風味が、黒い悪魔のおにぎりに比べると圧倒的に、こっちの方が香りやすい。うん。うん。あ、美味しい。ごまだこれ。ものすごくごま。なんかさっきから俺の飼育しているカブトムシくんがものすごい羽ばたいてますね、ケージの中で。ものすごい脱走したがってます。うん。カブトムシね、飼ってるとね、絶対こうなる。うん。俺もガキの頃、飼ってたけど、バラバラバラって、ケース内で、飛ぼうと、羽をこう、ババババってやって、うん。するんですよ。クワガタはしないですね。あ、なんなんだろう。カブトムシはするんですけど、クワガタムシはしないでしょ。少なくともコクワガタは、一切そういうことはしてないですね。そういえば。なんでだろう。わからん。うん。これ美味しいわ。うん。これ美味しい。うん。これだったらまああれだな。買いだな。うん。ただ黒と白が全く味が違うんで、風味がまるっきり、全然違います。うん。これ四つ星。ご視聴ありがとうございました。